オス、昨夜40歳を迎えたヒムロックです。いつもありがとうございます。はい、というわけで、いつものお店にやってまいりまして、特に暑い日でもないんですが、結構なお客さんの並びで期待させてますけども、ディスクアップはいつも通りだと思いますんで、今日も京都でディスクアップをやっていきたいと思います。私事ですけれども、昨日12月1日、本日12月1日、明卓40歳を迎えまして、これもひとえに、皆様の、40歳こんな大人になるはずじゃなかった、底辺の人間のクズ悔しいよ、お父さんお母さんごめんなさい。今日も張り切って行ってきます。Stop!
命。アラミちゃんご指名ありましたよ。はまりそうな気するんで、ちょっと台を浄化しますね。
ちょっと除霊してもね、自分の霊能力じゃちょっと悪霊を払えないようなんで、どうします。わかりますよ、あの粘らなあかんのはね、なんていうかもうこの状態でしょ、子役確率めっちゃ悪いんですよ。いやギブアップします、すいません。実践終了ということで、お疲れ様でした。今日誕生日なんですよね。ねえ、まあ朝一はまさかの2000枚いくのかと一瞬思わされましたけども、まあ、いつも通りの展開となりまして、まあ、2代目に移りまして一波超えたので、ちょっとこれ以上は、まあ、そういう気持ちがよぎりまして、まあ、2代目に移動と。そして2代目は、まあ、鬼のような子役低確率状態からスタートし、まあ、まぐれで、まあ、リプレイで、まあ、レギュラー当たりまして、まあ、ビッグも当たりましたけども、そこから低確率モードがロング継続という形でしたのでね、まあ、誕生日の日ぐらいは負けたくないなっていう気持ちしかなかったですしね。そしてあの状況でしょ、いやあれも人間が打てるような環境じゃないんでね、はい、まあでも情けないですよ、こんな40歳を迎えてね。あー申し訳ございません皆様、こんな情けない40歳で生まれてきてごめんなさい。なんやかんや言ってるけど本当はもうこれ以上粘れないただのチキンです。すいません。
だって今月は住宅ローンがボーナス払いだし怖い。許して。お疲れ様でした。ありがとうございました。